チプリアン・アンドレー・マリカは、ルーマニア、首都ブカレスト出身の同国代表サッカー選手。ポジションはフォワード。ブカレストに生まれて FC ディナモブカレストからデビューし、3シーズンの間のわずか23試合の出場で、注目を集めるようになった。2004年1月、ウクライナプレミアリーグの強豪 FC、シャフタールドネツクに移籍し、2003から04シーズンに国内カップを、 2004から05シーズンと2005から06シーズンに国内カップを連覇した。2004から05シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグで AC ミランや FC バルセロナなどと同組となり3位でグループリーグ敗退に終わった。2006から07シーズンの同大会では早々とグループリーグ敗退が決まったが AS ローマ戦で勝利を決めるゴールを挙げ チームに金星をもたらした。プレミアリーグのダービーカウンティ FC やマンチェスターシティ FC の誘いを断り、2007年7月23日にドイツブンデスリーが優勝クラブの VFB シュトゥットガルトに5年契約で移籍した。移籍金は800万ユーロと見られており、VFB シュトゥットガルトにとって史上最高額であった。8月12日にホームで行われた シャルケ04戦でリーグ戦デビューし2から2で引き分けた。2007から08シーズンはリーグ戦28試合に出場したが2得点しか上げられず UEFA チャンピオンズリーグでもレンジャーズ FC から上げたい得点だけに終わった。この不振から2008から09シーズンはアルミンフェイ監督に礼遇され満足な出場機会が与えられなかった。 フェイ監督が解任されて、マルクス・バベル監督が就任すると、FW カカウに代わって、出場機会を与えられたが、やはり満足な成績を残せなかった。バベル監督が、クリスティアン・グロス監督に交代すると、カカウの不勝離脱も手伝って、再びチャンスをもらい、2009から10シーズンは、後半戦だけで9得点を挙げた。2010年3月20日のハノーファー96戦と5月の、 マインツ戦では1試合に得点を記録し、2010年3月から4月にかけては3試合連続得点した。2010から11シーズンは、カカウと FW、パベル・ポグレブニャクに次ぐ3番手の位置づけだったが、グロス監督が解任されてポグレブニャクは力不足を露呈し、再びマリカにチャンスが巡った。 UEFA ヨーロッパリーグとリング戦の両方で重要なゴールを連発しアシスト能力の高さも示した。しかしブルーのラッパディアが監督に就任後は出場機会を失い2011年7月12日に2012年まで残っていたシュットットガルトとの契約を解除することになった。2011年7月28日にシャルケレイヨンへ加入した。 契約期間は2013年6月までの2年間。2013年6月、シャルケレイオンとの契約満了により退団。2013年10月1日、ヘタフェ CF への加入が決定。2014年5月18日のラーヨバジェカーの戦では2得点を挙げ試合に勝利し、クラブの二部降格の危機を救った。2014年7月、 スユペルリグのコンヤスポールに2年契約で移籍した。2016年1月14日、FC ステアウアブカレストに移籍した。ルーマニア代表でのマリカ2003年11月16日のイタリア戦で、わずか18歳ながらルーマニア代表デビューを果たす。2004年11月17日のアルメニア戦で代表初得点を記録。2008年3月25日、 UEFA ユーロ2008予選の好結果を受けて、ルーマニアのトライアン・バセスク大統領から勲章を授かった。本大会では背番号9を与えられたが、無得点に終わるとともに、チームもグループリーグ3位で敗退している。2010年11月17日のイタリアとの親善試合では、前半に先制点を挙げたものの、後半に自身がオーンゴールを献上して敗れた。 2011年6月5日の UEFA ユーロ2012予選ボスニアヘルツェゴビナ戦で自身初の1試合に得点を挙げた。2013年6月4日のトリニダードドバゴとの親善試合で代表では初となるハットトリックを達成した。ありがとうございます。